ランド様、どうしました？お腹でも痛いのですか？え？具合が悪いのであれば、何でもアナスタシアに言いつけてください。 いえ、どこも大丈夫ですよ。本当ですか？遠慮はなりません。妻となるもの、さあさあ行こうぜ。そういうことでも夫の心配事は分かち合って。なんて恥ずかしい。アナスタシアったら何言ってんのかしら。私って幸せ者。ああ、ああ、ああ。
ランド、ただいま戻りました。よく来たわね、皆さん。私が犬神の当主、サキです。この泉はスクネの泉といって、古より霊力を宿し、さまざまな不思議を映し出してくれる聖魔の鏡。幾度と戦乱や協調を知らせてくれたこの霊泉が、数日前から未だかつてないほどの危機を掲示しています。日の本全体の地脈に大きな乱れを生じさせ、星をも揺るがす天変地異を招き寄せようとしている存在があると。皆さんがこの葛城に来たのもそれと関係がある。そうですね。あなたがウルムナフ？ああ。そう。皆の探しているもの、いずこにいるか見つけ出してあげましょう。邪悪な意志が鎧となり姿を隠している。いけない、見つかった。あ、危ない。小賢しい。
Thank you.
勝ちですね。ライデン。おう。そろそろ戻ろう。あの怪物は確かにこの先にいるな。まるで我らを待っているような。恐ろしいか？バカを言え。お前も俺も上海で一度死んだ身だ。今さら何も怖いものなどない。そうだったな。イエン。ん？医者も見放した我らを救ってくれたのはお頭だ。このような我らを家族同然に扱い、とても大事にしてくれる。この死に損ないの俺をだ。そういう方だからこそ、懸命に働き、命を捧げられる。その通りだ。しかし、しかし、大岡は別よ。大岡は我らと違い、機械の改造を受けていない。あれはお頭の好いた方の生まれ変わり。幸運に家庭を作って、睦まじく余生を送ることもできよ。お前、俺は万が一の時があった場合、何としても二人だけは死なせたくないのだ。ライデン。おかしいか、俺の言っていることは。いや。どうだ、お前は。もちろん、同じ気持ちだ。読んだか？いえ。いかがいたしました？いや、声が聞こえたような気がしたのだ。だが気のせいである。結界はまだ持つか？はっ、ご心配はいりません。ですが、ここは時の流れが違います。我らには数時間でも、下界では何日経っているか。もたもたしてはいられんな。手こずっているうちにウルたちが現れぬやもしれぬ。ただいま戻りました。どうであった？この先天持ちもなく、奥も手前もありません。間違いなく奴の本体がいるものと思います。そうか。ニコルも我らを迎え入れてくれるらしい。二度と生きて戻れぬかもしれぬ。みんなの命、預かるぞ。はっ。どうですかな、お加減は。ええ、もうこの通り。
ろくに挨拶もしないうちに皆さんに迷惑をかけちゃったわね。とんでもない。助けてくれてありがとう。こっちこそ、ニコルの居場所を教えてもらえたからな。なんか俺の顔についてる。ええ、目とか鼻とかね。なんか気さくなお人じゃの。はい、いつもこんな感じです。気を悪くしないで。お父さんによく似ているなと思ったのよ。親父に？ええ。会ったことあんの？ええ。親父のこと知ってんの？ええ。なんで？妹だから。妹？ええ。じゃあウルのおばさん。おばさん？おばさん？クランドからは聞いていたけど、あなたを最初に見た時、大陸に渡った兄が不良になって帰ってきたのかと思った。不良って？ゆっくり向こうでの話も聞きたいけれど、今はそれどころじゃないわね。ああ、